校生の時にお弁当を自分で作るようになって、それがすごく楽しくって、組み合わせだったり彩りだったり、なんかそれがきっかけで料理の道もいいなってこうぼんやりと考えました。趣味でもあるし仕事でもあって、なんかもうずっと料理してきてるので、何なんだろう、家族より長い付き合いだなと思うんですけど、なんか一番初めにやっぱり好きになったきっかけは、なんか食べる、美味しいもの食べたらみんな笑顔になるなっていう、なんかそこから始まったような気がします。私は料理教室をメインでやってたので、生徒さんが使いやすいようにもオープンシェルフにして、どこに何があるかっていうのを分かりやすくしてます。取りやすいし片付けやすく、で、あと結構せいろを好きでよく使うんですけども、ちゃんと片付けちゃうとカビてしまうので、もう逆にこう出してた方が、乾燥するからカビずに使えるなと思って、もう全部出しっぱなしにしてます。最近ちょっと気に入って使ってるのは、なんかこれさらしなんですけど、ペーパーレスにしたんですよね。キッチンペーパーをやめて、最近さらし使いをしてるんですけど、なんか繰り返し使ってるのと、よいしょ、切れるんですよね。切れて、それこそだしをこすのに使ったりとか、お野菜絞るのに使ったりとか、で、あとキッチンの掃除をしたりとか、で、最終的にボロボロになった床を拭いて捨てるみたいな形で、なんか最後まで使い切りたいなっていうことで最近さらし導入して、これはすごく良かったなと思って。導入してよかったら置くし、また新しい子が持ってより使い勝手が良かったらもうその閉まっちゃうしみたいな形で、あんまり いろんなものを並べても結局使うものってお気に入りしか手に取らないなと思ってて、その辺は1ヶ月か2ヶ月に1回ぐらいこう自分でこう精査して出すものと片付けるものっていう形で選んで。徳島の、お茶なんですけども、乳酸発酵してるお茶で、日本でもすごく珍しいらしいんですけども、毎日上院してます。なんか徳島では本当にどこのお家に遊びに行ってもやかんいっぱい入ってて、ちょっと酸味があるお茶で、はい、美味しくいただいてます。麹ですね、醤油麹、塩麹、あるんですけども、味に深みが出るので、お醤油につけとくだけ、塩につけとくだけということで、調味料を作っておくと簡単に深みが出て美味しい発酵食品になるので常備してます。はい、これを塩につけてるだけで1ヶ月ぐらい常温で塩につけておくと水分が上がってきて、で、角が取れて苦味がなくなって香りがしっかりレモンの香りが残ってっていう、レモン塩です。これも塩代わりに炒め物とかにも使ってます。じゃあ一つ目が日常茶飯器さんの、すり鉢です。で、節目がないので一回終わった後洗うのもすごく楽だし、あとこの大きさがあるので、ここで和えて器としても使えるのでとても重宝しています。2つ目がこの両面チーズおろしです。で、チーズおろしじゃなくて人参するときに使ってるんですけども、目が粗くすりおろせるのでキャロットラペにすごく活用しています。マイクロプレインの、チーズおろしで、すごく口当たりが、柔らかくすりおろせるので、チーズとか柑橘おろすときにすごく重宝しています。で、最後が松鳳の蒸し器です。蒸すだけじゃなくって、このまま食卓に出しても華やかですし、これからの寒い季節にとても重宝しています。Thank you.
このグラス、木村グラスのそばシリーズっていうグラスなんですけども、すごくなんか薄くて口当たりがいいのですごく気に入ってます。ピッチャーがすごく好きで、なんかいろんな種類を持ってるんですけども、あの水差しにも使えるし、あとはあの結構お花が好きでいろんな季節の花をこう買うんですけど、あの花瓶にも使えるので、なんか気づいたらいっぱいピッチャーを持ってます。カトラリーはプチポールのカトラリーいろいろなんか試したんですけども、なんかその持った時のこう繊細さがすごくなんか美しく食べられるなと思ってて、なんかついついいろんな種類あってもこれを選んでお食事してしまいます。で最後お皿はなんか白いお皿がすごく好きで、なんでかっていうと、あの多分私は仕事柄お料理を取る機会が多くって、あのいろんなお皿試したんですけど、白が一番料理が入るなっていうことで白いお皿をついつい手に取って、今たくさんいろんな種類があります。リムがあるオーバルがおすすめで、なんでかっていうと、まあ、リムがあるのでちょっと汁物もちゃんとこう受け取ってくれるのと、あとは、オーバルでなんかこう細長い分スマートに見えるっていうのかな、お料理が素敵に見えるので、白のリム付きオーバルがおすすめかなと思います。まずは機能性で、2つ目に、長く使えるかどうかで、3つ目に、秋の来ないデザインかどうかと、最後は収納した時にスマートに収まるかどうかっていうのをポイントに、